ようこそ、たてちんでございます。本日はね、ちょっとこの辺いつもこの辺さ、なんかいろいろあったんで、いろいろこの辺結構 あったでしょね。ちょっと今ね、ちょっとね、お掃除なんかをね、しておりますけれども、今回ですよ、今回ね、私ね、プレステ4なんかをね、VR 買ったんだけどさ、今どんな状態になってるかね、っていうのをちょっとお見せいたしましょう。こんな、まあ、結構 VR ってこんな感じなんだよ。はい、そうです。あのね、コードが長くてね、こんな感じにね、床っていうか、このちょっと直置きみたいな感じになってきちゃってる、まあ、おりますね、今。ちょっとこれ非常にちょっと、これスタイリッシュじゃない。これはちょっとね、スタイリッシュじゃない状況になっておりますね。はい、それからプレステ4なんかも、ちょっとこの、まあ、モニターのこの横に今ね、置いてるんですけれども、これもちょっと、スタイリッシュじゃない。ね。ぜひとも、この状況で、まあ、この状況だったらね、まあ、こっち側のこの辺とかに、置いた方がいいかなと思うんですよね。ということで、私今回買ったのはこちらでございますね。はい、ではね、今回ね、私このね、プレステ4、それからね、VR なんかを、ぜひとも、救済したい。俺は、プレステ4、VR。救ってきたい。というか、お前、俺の管理が悪いってところもあるんだけどね。今回、こちら買いました。このね、延長ゲームケーブルセットでございます。これまあ、アマゾンで買ったんだけど、これね、HDMI と USB。これがね、各2メートルずつ、延長できるというもんでございます。で、まあ、プレステ4をここに置いてもいいんだけど、あのね、こっちの手前側に置いてもいいんだけど、やっぱり、この辺にちょっと置いて、で、延長してね、2メートル延長して、モニターに移すって、これをちょっとやっていきたいなと思うんですよ。で、プレステ4も、私ね、ちょっといいの買ったんです。VR もさっきみたいにさ、やっぱりコードが長くなっちゃうと、やっぱり直置きとかさ、なんかいい方法ってなかなかないんですよ。ね。ということで私今回探したのはこちらでございますね。このね、怪しい、黄色い、包みがね、国際便で届きました。これはね、なんかね、チャイナ、まあ、なんか中国製みたいなんだけれども、結構ボッコボコなんだけど、これ。プレステ4の、この、充電できるやつ。で、あと、この、VR とか、このいろいろついてる、このね、このスタンド、こちらをちょっと、購入しましたんで、今回ね、こちらを、まあ、いつもの、私、この辺にね、ちょっとセッチングして、それからですね、ちょっとまあ、またいつも、ちょっといつも汚いからさ、ちょっと綺麗にして、ゲーム環境をね、できる、ちょっとそういった環境にね、していきたいと思っております。で、あと買ったやつ。まあ、もちろん当然、VR ね、直接ね、顔につけますんで、今回はね、この VR のこのマスク、これも一応ね、買ってきました。ね、あとでちょっとね、これも、使いたいと思います。あ、中はそんなんでもないね。このなんか USB のケーブルみたいなやつ。そんなになんかすげえ入ってるってわけじゃなくて、このなんかめっちゃ簡単そうな、このスタンド。でもこれね、冷却ファンがついてるってことなんで、ちょっとおすすめかなーなんて思ってちょっと買っちゃいました。で、あとこれな。このスタンドですよね。で、このスタンドなんだけど、ヘッドホンって結構ね、ぐちゃぐちゃなっちゃうんですよ。だけど今回このね、ヘッドホンなんかもこれでかけられるということで、早速ね、ちょっと組み立てていきたいと思います。よいしょ。結構構造自体はそんなに難しそうなもんじゃなさげだったんで、いいかなと思いまして。もうこういうことだよ。こういうこと。ここで、ガチコ。これだけですよ。これだけですよ。え、こんな簡単なの？で、これはどこにするの？ここに、こんな感じ。結構、でかいけど、でかいんだけど、なんだろう、ほら、プレステ4も、ここに収納できるっていう、こういうやつらしいんで、これどっから電源とか取るのかな、まあ、実際ね、これね、プレステ4をここにちょっと置いて、こちらちょっと組み立てていきたいと思います。はい、とりあえずこの辺に、ちょっと設置したいなと思うんですけれども、冷却ファンで、これ今電源つけて、たんだけど、電源つけとくとね、かなりね、これのプレステ4自体熱くなってますよね、やっぱり。置くだけタンタン！ VR のケーブルとかめっちゃこうね、もうゴタゴタしちゃうんですよ。これはしょうがないですよ。今まずこう、もさもさしてたわけですよ。このもさもさ感が、やっぱり解消されれば結構、これはいいかなと思うんですよ。イメージ図を見よう。
こういうことになるんだけれども、わかった、こういうことだ。こういうことですよ。こうすればスライドできると。ほう、ほう、ほう、そういうことか。なんだよ、なんだよ。なんとか、セッティングして、いってますけれども、なかなかね、最終地点までたどり着かないんだけど、このやっぱね、HDMI と USB、これをちょっと長くしたいと思います。これはちょっとね、長くしないとね、VR を遊ぶときに、結構、きついことが、ございます。んでね、これちょっと、2メートルずつですけれど、ちょっとこれ延長したいと思います。これは VR に刺さなきゃいけないやつじゃないか。長いやつ買えばいいって話なんだけど、これで今短めの HDMI 使ったんで、かなりいい感じになってます。ちょっと暗くて分かりづらいんだけど、これでね、コントローラーとか、もうこんな感じで置けると。で、これも充電、USB から、他のね、USB から、充電できる、タイプでございます。まあ、こんな感じで、セッティングするということでございます。はい、まあ、なんとかね、こちらのね、スタンドの方、完成しまして、なんとかね、こんな感じで VR の方も、結構綺麗に、収納することができました。で、これプレステ4はね、このまま多分遊べるんだけど、VR の方はちょっとこれまたガコンってやってね、起動し、まず接続し直してね、ちょっと起動しないとダメかもしれない。これこのままだとちょっとね、起動しにくい感じでございますね。で、やっぱり VR ですと、やっぱり気になるの、ここだよ。で、まあ、俺みたいにこのタオル巻いてもいいんですけど、やっぱりそれだと、ほら、結構入んないこともあるじゃん。ね。ということで、今回新しいやつちょっと見ていきましょう。はい、こちらでございますよ。ね。言わずと知れた、このね、このパンツ素材のね、これです。これ、ちょっと被っていくかな。これメガネしてるけど、一体どんな感じなのか。ね。こういうことだろ。こういうことか。こんな感じです。これで VR するんで、こんな感じな。これだとやっぱりこの設置するところがやっぱり皮膚なんで、汚れずに遊べるという、こちらの優れもののマスクでございます。これもやっぱり素晴らしい。はい、ということで今回は、プレイステーション4、それからプレイステーション VR の、こちら関連機器のご紹介でございました。パソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタン、お願いします。